ドのラインナップに画期的で独創的なシューティングブレイクコンセプトを実現したクラブマンが加わりました。シューティングブレイクとはイギリスで狩猟に使われる車のこと。ノーマルのミニと比較して24センチ延長されたそのスタイルはスポーティーなイメージと機能性の高さを実感させます。ミニクラブマン最大の特徴が革新的なドアコンセプトです。通常の2枚のドアの他に車両右側には逆方向に開くもう1枚のドアが追加されています。またリアには左右観音開きのバックドアがあり、そこを開くとミニとは思えない広々としたラゲッジスペースが顔を出します。ボディが延長されたとはいえミニらしい走りは健在。ミニクラブマンにはターボ、NA、2種類のエンジンバリエーションとそれぞれに6速のオートマチック、マニュアル、両方のトランスミッションが用意されています。ミニの持つキャラクターはそのままに、大きく機能性を向上させたと言われるミニクラブマン。今回はその魅力を検証します。ミニクラブマンはミニがちょっとストレッチした感じね、このね登場を待ちに待ってた人もいると思うんだよね。でもあの1960年代に初代ミニにもね、このコンセプトを持つ車があったんですよ。カントリーマンっていう名前だったんだけれども、木枠がついてる、あったね、あったでしょ、懐かしいね、で、まあ、さっきの、ね、VTR の中でこれ、これねすごくこう、個性的な車として人気あったんだけれども、もともとさっきシューティングブレイクっていう名前が出てきたんだけれども、狩りにさ、行くのに4ドア必要ないでしょ、でもなるべく小さい方がいいな、でもその撃ったね、獲物とかライフルとかを置く場所は欲しいっていうんで、2ドアのステーションワゴンみたいな感じ、それが、シューティングブレイクって言われてたんだけれども、それを現代によみがえらせたのがこのクラブマンということになりますね。そうね、だこの車は特徴的なら運転席の後ろにこうちょこっとしたドアがついててね、そうこれがまた特徴だよね、これね、確かにこのドアがつくことによってリアシートへの乗り降りっていうのはね楽になったから、ファミリーにもいいんじゃないかななんて思う人もいるんだけれども、実はやっぱり僕はこの車ってカップルが依然として中心だと思うんだよね。でというのも右側にしかついてないっていう時点でね、縦列駐車なんかやるときでも、車道側に乗り降りしなきゃいけないなんてことも含めると、やっぱりそのファミリー向けにこれが登場したって思うとちょっとこの車の解釈として間違っちゃうかもしれないね。ただこれがカップルがね、アクティブに遊んだりとか、そういうライフスタイルとしてこの車を求めるんだったら、よりユーティリティが広がったと見るべきだよね。だから今はね、日本に狩りなんかする人いないですよ、もちろん。だから現代的に考えると、それがねボディーボードだったりスキーだったりゴルフだったりとか、そういうふうにこうアクティブなライフスタイルを送る人たちのために出たミニと言ってもいいんじゃないでしょうかね。なるほどな、さあじゃあクラブマンをじっくり見ていきましょう。さあこの試乗はどこまで行きましたか。今回試乗会という形じゃなくて、我々独自に車を借り出して、横浜から首都高速湾岸線を通ってお台場まで行ってね、だから高速道路と街中両方乗ってきました。いいね、で乗ったグレードなんだけれども、実はこのクラブマンは NA の、モデル、それからターボのモデル、クーパーとクーパー S っていうのがあるんだけれども、その高性能版の、クーパー S 乗ってきました。VTR どうぞ。今日はミニのクラブマンに乗ってます。乗ってるグレードなんですけれども、クーパー S という 1.6 リッターのターボ、170馬力ですね。この車、当然出力が高いということもあるんですけれども、一般的な普通の自然吸気のクーパーよりも硬い足がついてます。乗ってるとやっぱり相当ね、これは上下の揺すられとか、あとその段差乗り越えた時のゴツンとくる感じとか強いですね。でタイヤがまたランフラットというパンクしても走れるタイヤなんですけれども、これがやっぱり硬いんですよ。でそういうこともあって乗り心地的には
ある程度の割り切りが必要で、それ割り切りってどういうことかっていうと、まあ、このミニのクーパー S っていうのは硬いもんなんだと。昔のミニ、クラシックミニの高性能バージョンも相当硬い乗り心地だったんですけれども、まあ、それをなんていうのかな、硬さを楽しむ、なんかそういう人にはこれ勧められますよね。逆にもっと快適に現代の車らしい快適性を味わいながら乗ろうという場合にはクーパー S ではなく普通のクーパー、そっちの方がおすすめです。このクラブマンは普通のミニに比べてホイールベースが8センチ、まあ、全長でいくと24センチ伸びてるんですけれども、まあ、フロントとリアのタイヤの間の距離、これが8センチ伸びてるんですね。でホイールベースが伸びるということは、まあ、一般的に言って乗り心地が良くなる方向です。で確かに乗っててこれピッチングは普通のミニよりも明らかに良くなってますね。でまあ、乗り心地はこれ確かに硬いんですけれども、速度が乗ってくるとフラット感が高まってきて、でさらにその高速道路っていうのはそんなに荒れた道がないもんですから、相当これは乗り味としては質感が出てくるっていうんですかね、速度を上げれば上がるほど乗り心地は良くなっていって、ミニが本来持っているなんかこうコンパクトカーなのにすごく上質だよねっていう感覚が強まってきます。まあ、ホイールベースが8センチ伸びたっていうことはピッチングの減少だけじゃなくて直進安定性にも貢献してます。今日はすごくよく晴れていい天気の日なんですが風が強いんですよ。でこういう風の強い高速道路っていうのは、まあ、ちょっとこう気を抜くと進路が乱されるわけなんですが、このミニはこの直進性、コンパクトカーとはちょっと思えないような、もうしっかりとまっすぐ走ってくれてます。でこの辺りっていうのはやはりそのヨーロッパの小型車の特徴なんですけれども、とにかく高速道路に強いということが、まあ、このミニの特にクラブマンには言えますね。ミニっていわゆるゴーカートハンドリングなんて言われることが多くて、まあ、ステアリングに対するこの車の動きがとにかく俊敏なんですね。こうちょっとこう切ってみると、これねやっぱり相当俊敏ですね。で特にこのクーパー S の硬い足回りだと、このミニが持っているゴーカートハンドリングというのがすごくこう色濃く残っている。ホイールベースが伸びるとやっぱり安定方向に車行きますから、動きの、まあ、シャープさっていうのは失われる方向性なんですけれども、それでもまだこれ相当シャープな動きをしてますね。今高速道路で流れに乗ってゆったりと流していますけれども、ここからアクセルを踏み込んでいく、じわっと踏み込んでいくと、これ6速 AT なんですけれども、6速のまんまぐーっとこう力強く加速していきます。これトルクがなかったらすぐにキックダウンが起こって5速なり4速なりに落として加速をしていくということになるんですけれども、トルクがそうですね、もう2000回転前後から結構出てるんで、もう6速のまんまいい感じで加速していきますね。これもやっぱり 1.6 リッターのNA ではなかなか味わえない、それから、まあ、このミニの上質感っていうのを、一つ表す、まあ、一つポイントになってますよね。240ミリ長くなったとはいえ、まあ、運転席から前ですね、前方というのは普通のミニと全く変わらないんで、取り回しの感覚はほとんど変わりません。まあ厳密に言うとホイールベース長くなってるんで、その小回り性とか若干低下してるんですけれども、ただ全長は4メーター以下ですし、それからこれねミニって意外とこの車両感覚つかみやすいんですね。あのガラスエピラが立っていて、でなおかつそのフロントのフェンダーがちょっと見えるんですよ。そんな感じなんで、あの交通量の多い街中とか狭いその路地とかそういうとこ行ってもこれはねすごく扱いやすいですね。この 1.6 リッターターボと6速 AT の組み合わせ、僕はこういうフィーリング大好きなんですよ。
基本的に下からグッとトルクがあって、そのトルクがしかもフラットで、でそれに組み合わせる AT が、まあこれ AT って言っても結構切れ味が鋭くて、いわゆるそのトルコンのスリップっていうのを極力抑えてるんですね。だからすごくダイレクトでルーズな感じがしない、これはあのヨーロッパの人が好む、マニュアルギアボックスライクなオートマチックですね。インテリアのクオリティはすごく高いですね。まあ値段が高いんでこれでクオリティ低かったら怒っちゃうんですけどね。ただその本当にその各スイッチ操作した時のカチッっていう感じとか滑らかな感じとかっていうのも相当練り込まれてますし、あと何といってもデザインが真ん中にねドーンと大きなメーターを、そこの下にデジタルの表示部を作って、でオーディオの操作権もそこにまとめちゃうとか、それからまあステアリングの奥にあるこのタコメーターとか、そこら辺のそのデザインがやっぱり洒落てますよね。この辺り、それからダッシュボードなんかこう触ってみても、普通そのコンパクトカーではなかなか、日本のコンパクトカーでは使わないソフトパッドを使っていたり、このシボの感じもすごく精密だったりと、ですからそのクオリティとそれからデザイン的なこの遊びみたいなものが一体になってるんで、見に行ってその結構ポップなんだけれども大人っぽい質感が高いんだよねという感じを出せるんでしょうね。まあ十分ミニの気持ちよさを残した感じでね、でも乗ってて、僕が映ってたでしょ、ちょっとこういう風になってなかった、これはね、あの昔のミニ乗りからすると、ああいう味を残しといてくれて嬉しいっていう風になるらしいんだよね。なるほどね、で僕はその硬さを楽しむって言ってたのはそういう意味なんだけれども、ただそのやっぱり普通の感覚でいくと硬いんだよね、路面が荒れてきた時の。なるほど。でそういう意味ではターボではない、クーパーの方、ああ横にあるやつね、こっちの方が足も柔らかいんで、すごく快適に乗れる。でその分どうなの、そのゴーカート感覚っていうのは少し薄れちゃうんじゃないの、それは薄れちゃうんですね、だからその本当にミニをとんがった車として、存在がとんがってるんだけれども、走りもとんがらせたいんだったらもちろんクーパー S だし、そうじゃなくてその雰囲気だけを楽しみたい、で走りはもうちょっとこう落ち着いて乗りたいなっていう人は、その普通のクーパーを選ぶといいし、そこら辺はまああの僕らが勝手にというかまあ好みで選べるようにラインナップされているんで、まあ親切かなと思いますよね。ああなるほどね、で燃費が 10.4、そうですね、まあ大体1015の7掛けなんで、まあそんなもんなんだろうなと思うけれども、まあ10キロをどうなんだろうね、いいんだか悪いんだか、ターボでこれだけのパフォーマンスあるということを考えると、まあそこそこ悪くない数字ですよね、なるほど。あとはね、この後ろの使い勝手であるとかね、それからまあドアのこう開いた時の感じとか、そういうのはまたね、後ほどこうインポーターの方に、来ていただいて、ゆっくり話を伺いましょうか。